今日の舞台はワンダメトロポリターノ。天気は晴れ、最高のピッチコンディションで迎える一戦となります。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。来シーズンの昇格をかけた最後のチャンスになりました。運命の最終節、見応えのある試合になりそうですね。シーズンの最後に最高のクライマックスを迎えましたね。チームが昇格するには勝つしかない状況ですから、あとは結果を出すだけです。このシュートで勝ち越せるか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。絶妙なパスです。タッチライン際を上がれそうです。狙う、狙いすましたシュートでしたが、クロスバーの上に外れました。力を入れずにうまく狙ったんですが、キックの精度が少し足らなかったですね。ここからどうするのか。ピンチを出します。タッチを割ってスローイン。パスをつないでいく。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。抜いた、周りを確認したい。最後は1対1になりましたが、キーパーが1枚上手でしたね。いや、1枚どころじゃないですね。素晴らしい反応からのスーパーセーブでした。ショートを選ぶ。クロスがゴール前。サイドへパス、横に展開してきます。味方の位置を確認する。ここは押し出します。主審は迷わずペナルティースポットを指さします。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。見事に PK を決めています。PK のシーンをもう一度見てみましょうか。キーパーを嘲笑うかのようなふわっとしたボールがゴールに吸い込まれていきます。しかしここでパネンカを蹴るなんて大した度胸ですね。サイドへ展開します。ニアポストにクロスが入る。キーパーに近すぎたようです。エブラ、イブラヒモビッチ、まずはパスを回して隙を狙います。ワイナルドゥム、コーナーキックです。同点に追いつくチャンスです。さあボールを蹴った。いい位置です。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ボールを奪われます。危険な位置です。緊張感が増してきます。クリアしました。コーナーキックです。このコーナーは誰に蹴るか。コーナーキックはやり直しです。中に入れた。危ない場面もディフェンスがクリア。このパスは読んでいました。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。
ホイッスルが鳴ってファールです。素早いリスタート、通します。ボールの予感もしましたが見事に止めました。ワイナルドゥム、ここからどうするのか。弾きましたがここはプレーを切りたい。またもコーナーキックです。ボールはゴール前へ、ここはしっかりクリアされました。コーナーキックが再度行われます。ボールが中央へ向かう、ここはキーパーが出ます。うまく防ぎました。パスが通りません。ワイナルドゥム、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。しっかりとしたディフェンスです。カウンターのチャンス、仕留められるか。味方を走らせます。ここはしっかりクリアしました。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。中に入れた。よく見ていました。スペースに見事なスルーパス。このシュートは入りません。同点に追いつく絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、これ以上のチャンスがあるかどうか分かりません。インターセプトされました。何を狙うのか。インターセプトでチームを救いました。チャンスにできるか。止めたが抑えられない。さあどうなる。マイナスにいいボールだ。キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。ゴール前に入れた。ここは押し出します。前半終了のホイッスルです。ああ、サポーターからブーイングが起こっています。 PK の判定に対する抗議でしょうか。痛い PK でしたからね。まあチームがここから勝利するためにも抗議よりはしっかり応援してあげた方がいいでしょう。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。サイドのスペースを使います。これは見事に奪いました。形でゴール前まで持ってきました。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。エブラ、ドリブルで相手を揺さぶります。ゴールキックになります。
格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、この時間ですから焦ることなく今のプレーを続けていけるかが勝利へのポイントですね。スルーパスが味方に通る。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。スローインです。クロスを狙ってきますか。このパスはカットされます。体をうまく使ってキープする。相手陣内でインターセプト。エブラ、相手ボールになります。いいところにパスを出しました。外に出てゴールキックです。相手ボールになりました。このボールはタッチを割ります。スローインです。ワイナルドゥム、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。中にスペースがあります。いいパスだ。ゴール、追いつきました。同点です。これで希望が見えてきました。昇格のためにも流れが来ている間に追加点を狙いたいですね。ここまで手に汗握る展開は嬉しい誤算ですね。スコアもポゼッションも完全に互角です。まだまだゴールが入りそうな予感がしますね。ここを起点にできるか。イブラヒモビッチ、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。カウンターアタックのチャンスです。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。イブラヒモビッチ、しっかりとパスをつなぎました。ディフェンダーのインターセプト。何があったんでしょうか。タッチラインからボールを出してしまいました。狙ってきた。このシュートはブロックされました。ドリブルで運びます。キーパーが軽く抑えました。何をしてくるのか。このスルーパスは長すぎたか。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。エリア内へ向かうか。このヘディングは枠の外へ。マークが厳しかったようですね。相手に奪われます。中に入れてくるか。レフェリーがフリーキックを指示しています。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。同点のまま残り時間も少なくなりました。この試合でチームが昇格を果たすためには勝ち点3が必要です。残り時間でチャンスを作れるかどうか次第ですね。ある程度のリスクを犯してでも前に出ていく。ここは抜いてきた。あとは決めるだけ。決まった。昇格を手繰り寄せるゴールです。この勢いのまま最後まで行きたいですね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。
そうですね、これはちょっともうなさそうですね。同点に追いつきたい、これが最後のチャンスになるでしょうか。ルーズボールになっています。スタジアムは大歓声、すごい熱気ですね。ここはチャンスですからね、相手にも大きなプレッシャーを与えています。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。この選手が視点となってパスを回しています。主審がオフサイドの判定です。アウェーのサポーターが怒っています。ここに来てホームチームは攻めずに時間を使い始めています。まあ勝っているから当然ですよね。ここで無理をする必要はありません。ディフェンダーがうまく読んでいました。激しいファールです。カードが出てもおかしくありません。ワイナルドゥム、ロングパスでサイドを変えてきます。ここはよくスペースが見えていました。止めたが抑えられない。さあどうなる。ここでホイッスル。この結果チームの悲願であるディビジョン1への昇格を果たしました。最初